高学歴 YouTube ランキング、メインヒロインより人気になってしまった女性キャラクターランキング、元アイドル用つべ登録者数ランキングトップ40、最強ババアキャラクターランキングトップ10、霊夢、さっきから何を見ているんだぜ。YouTube のランキング動画よ、どれもこれもランキングものは伸びてるのよねー。どういう動画が再生回数多いのかと思ったんだけど、日本人って本当にこういう格付けものが好きよね。日本人は基本的に他人の意見に流されやすいからな。たまにとんでもないランキングを見かけるけど、思いっきり主観の混じったものもあったんだぜ。そうそう、数値化できるランキングならデータとして興味深いものもあるんだけどね。たまにすごくニッチなテーマでランキングつけてるからびっくりすることがあるわ。そういうのって意外と伸びてたりするんだけどね。そういうのはコメント欄が荒れていることもあるんだぜ。というわけで、そろそろランキング形式でまとめることが必要と思ってたのよねー。よく、日本の世界遺産って結局どこに行ったらいいのかわからないってライトの方から相談を受けるんだけど、我々が全身全霊でリポートしている、日本の世界文化遺産を今回はランキング形式で発表するわよ。霊夢、一体どういう基準でランキング化したんだぜ。まず、構成物件の多さなら、厳島神社や姫路城などの単独登録物件が不利になってしまうので、構成資産内の文化財保護法指定物件の数、そして質、日本国内からの観点における希少性、日本国外からの観点における希少性、歴史上で発生した過去の重要な出来事との関わり、世界遺産の登録基準、世界遺産としてのテーマ、という観点で点数化し、それをランキング化してみたわ。なお、文化財保護法指定物件については、有形文化財、国宝、重要文化財、史跡、名勝、重要文化的景観、伝統的建造物群保存地区。世界遺産は有形の不動産に限られているからな。ただ、無形の方は世界無形遺産なんてものもあるし、それもいつかまとめてみたいんだぜ。それではまず第5位から発表よ。第5位。白川郷、五箇山の合掌造り集落。これは前回の投稿で紹介したばかりなんだけど、1995年に登録された世界文化遺産なんだぜ。岐阜県大野郡白川村にある白川郷と、富山県南砺市にある五箇山の合掌造り集落群なんだぜ。岐阜県白川村の荻町集落、その少し下流、富山県南砺市の菅沼と愛の倉の3つの集落を指し、何棟もの家屋がまとまって残り、いずれも良好な状態で維持されていることが評価されたんだぜ。これは国宝の文化財があるわけではないんだけど、荻町、白川郷が1976年に日本初の伝統的建造物群保存地区に指定されているわ。五箇山の方の菅沼集落、愛の倉集落も、世界遺産登録前年の1994年に登録、と、山村集落っていうだけでも極めて貴重なんだけど、実際にまだ人が住んでいるというのも文明化が進んだ現代の日本から考えると奇跡なんだぜ。日本の世界遺産ってとにかく、寺、神社、城が多いのよ。世界遺産に限らず、文化財保護法指定の不動産全般に言えるんだけど、そんな中、日本の伝統的な住居として登録された数少ない世界遺産、堂々の第5位にランクインよ。次に、第4位の発表なんだぜ。第4位。古都京都の文化財、京都市、宇治市、大津市。京都府京都市、宇治市、滋賀県大津市の2県3市に点在する構成資産17県の総称であり、日本の代表的な神社、仏閣、城が集約されているんだぜ。清水寺、二条城、天龍寺、六音寺、自称寺、円楽寺などなど、挙げていったらキリがないほど有名な神社仏閣城郭が登録されているんだぜ。これはある意味、知名度で言ったらぶっちぎりのトップっていう人も多いと思うわ。でも、このランキングを考えてみた時に思ったんだけど、日本の世界遺産って知ってる？って聞いたら、多くの人が、金閣寺と、清水寺だぜ、と答えると思うのよ。そう、第1回の投稿のオープニングのマリサのようにね、あの時はまだ世界遺産についての知識がなかったんだぜ。それなのよ、知名度があると入っても、
こと京都の文化財、というグルーピングそのものを知っている人なんてほとんどいないし、ましてや17件すべての構成資産を言える人なんて一部の世界遺産マニアだけなのよ。それから、この世界遺産の登録基準は1から6のうち、2、人間的価値の交流。4、建築物群、技術の集積または景観の優れた例、という3つしか満たしていないの。これは意外なんだぜ。1、人類の創造的才能を表す傑作であるということが満たされていないなんて。それについては疑問もあるけどね。とにかく、国宝建築物、特別名称、特別史跡は多いんだけど、点在するここの資産の共通点がないの。海外だと、町全体を昔のまま残しているから、〇〇の歴史地区、という世界遺産名になっていることが多いけど、京都の場合、町全体としてはほとんど近代化しているでしょ。その中にポツポツと寺院が点在って感じで、だから、この世界遺産の登録テーマとしても、貴重な文化財が狭い地域の中にたまたま点在していたものを集めました、という結果論なのよね。私、結果論ってあまり好きじゃないのよ。あとは、京都って千年の都、として有名だけど、これを示すものがないの。登録基準の3分か、文明の詳細が採用されていないのも、おそらくこれなんだぜ。京都御所、桂離宮、朱学院離宮、が構成要素に含められていたり、かつ、平安京の跡地、長岡京の跡地などの史跡も含まれていれば、天皇家の歴史プラス、都会に作られた宗教ブームの跡地っていう点で世界最高クラスの世界遺産だっただろうけど、桂離宮なんかユネスコからも単独登録物件として勧告されていたレベルだけど、残念ながら宮内庁の方が、これは宮内庁で守ってるから大丈夫。って言って、文化財保護法指定になっていない。なので世界遺産にも登録できないんだぜ。とにかく、ここの文化財は素晴らしいんだけど、それぞれを紐づけるテーマ性の弱さから、このランキングでは4位に落ち着くことになったわ。次に、第3位の発表なんだぜ。第3位、ここならの文化財。1998年に登録された世界遺産で、奈良県奈良市内にある8件の神社仏閣6、史跡、名称1、天然記念物1をまとめて登録した世界遺産なんだぜ。東大寺、興福寺、春日大社、などの神社仏閣、そして、特別史跡、特別名称である平城宮跡天然記念物である春日大社を支える春日山原始林、が有名よね。つまり、テーマ生命。最近の世界遺産って、ただ国宝とか有名な有形文化財があるだけじゃダメで、背景とか、テーマが求められるのよ。その点、ことならの文化財は点在しているここの事象をまとめて登録しただけで、ここの関連性は薄いんだけど、京都よりはテーマ性があるのよね。例えば春日大社と春日原始林の関係だな。それよ、春日大社の式年遷宮の時には、春日原始林の木で作り替えているの。あとは、平城宮跡と関係寺院よね。京内寺院の主要なものは、大安寺、薬師寺、興福寺、願望寺などの4大寺。これらのうち、大安寺を除くものはことならの文化財の構成資産よ。あとは、聖武天皇によって創建、大仏で有名な東大寺よね。唐から招かれた鑑真が作った東照大寺も世界遺産として認められているわ。とにかく、長安をモチーフにして作られた平城京の都市計画、それに沿って計画的な配置で作られた寺院、70年の奈良時代の歴史をこれでもか、と表しているのよ。京都と違って、構成資産同士がシンプルに絡み合っているのよね。これらに西大寺、そしてもっと南の方にあるけど法隆寺を加えて、なんと七大寺と呼ばれているんだぜ。法隆寺まで加えてしまったら、正直にいてもおかしくなかったと思うわ。もっと言えば、登録済みの世界遺産である、紀伊山地の霊場と参詣堂、と、暫定リストにある、飛鳥、藤原、まで加えると1位だったと思うわ。とにかく奈良という地域は世界遺産の報告、年代や場所の違いで世界遺産としては別々に登録されているけど、それらとの合わせ技を考えても、
堂々の3位にランクインよ。登録基準も、2、3、4、6と、4つが登録されていて、6基準のうち4つが採用されているのは日本の世界遺産でもトップなんだぜ。次に第2位の発表よ。第2位。モズ、古市古墳群古代日本の墳墓群。これは2019年に登録されたばかりのやつだな。そう、日本最大の古墳である、大仙陵古墳をはじめとして、超巨大古墳から大小の古墳をまとめて登録したものよ。大阪府南部の堺市、羽曳野市、藤井寺市の3市にまたがる4世紀後半から5世紀後半の45件49基が登録対象となっているんだぜ。古墳は立ち入り禁止だから観光資源にはならなさそうだけど、古墳カレーやカードや切手なんかの関連商品がすでに登場しているそうよ。さすが、何話の承認は違うんだぜ。現在も続いている王朝の陵墓ということもあり、ほとんどの古墳は植林や外堀で埋め立てられて立ち入り禁止。万世一系の天皇陵を発掘調査するなんてとんでもないこと、として十分な調査がされていないのよね。ただ、この規模はエジプトのピラミッドと比べても遜色ないものだと思うし、謎の多い古代の秘密の鍵を握るものに違いないんだぜ。なんとか最新科学技術を使ってでも調査できないものかと思ってしまうんだぜ。高さは及ばないにしても、大仙陵古墳なんかは体積で考えたら筑王のピラミッドや秦の始皇帝御陵に迫るほどのものらしいし、何かと小ぶりな建物が多い日本で考えると、これほどの大きさのものがあちこちにある。モズ、古市古墳群は、日本の世界遺産の中からしても大変貴重な位置づけのものというのが私の見解よ。規模としても、歴史上の価値としても、ね、宮内庁様、わけのわからない男をフォーダム大学に留学させる金があるなら我々が生きているうちにどうかもっと調査してほしいんだぜ。次に、ついに第1位の発表よ。第1位。広島平和記念碑、原爆ドーム。1945年、昭和20年、8月6日8時15分日本の広島市に投下された原子爆弾の悲惨さを、今に伝える記念碑よ。区の世界遺産というカテゴリで登録されていて、登録基準が採用されている基準は6、のみなんだぜ。登録基準6は、顕著で普遍的な出来事と関わっていることであり、これ単体での登録は通常行われないのよね。区の世界遺産という人類の過ちを記録するためのカテゴリで登録されているわ。このカテゴリだとアウシュイッツ強制収容所、ナチスの収容所ロベンジマ、人種隔離政策に反対した人たちが収容された島ゴレジマ、奴隷貿易の拠点となった島バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群引きに干渉の核実験場跡などが該当するわ。当初、日本政府は、原爆ドームは歴史が浅く、文化財に指定できないため、推薦要件を満たさない、として原爆ドームの推薦には消極的だったんだぜ。当時のアメリカや中国や韓国を刺激したくないという政治的配慮もあったそうね。ただ、最終的にはこれが署名運動につながって、文化財保護法を改正して、原爆ドームを国の、史跡として登録することになったの。国の文化財保護法で守られているという基準を満たして、世界遺産に推薦ができるようになったんだな。そして、1996年12月にメキシコのメリダ市で開催された世界遺産委員会で審議されたわけだけど、まあすんなりといかなかったわけね。あの国が反対してきたわけだな。アメリカ合衆国は原爆ドームの登録に強く反対し、調査報告書から、世界で初めて使用された核兵器、との文言を削除させたわ。また、中華人民共和国は、日本の戦争加害を否定する人々に利用される恐れがある、として審議を棄権したそうよ。結果、登録には至ったんだけど、なんか胸クソ悪いわね。正直、この時はまだ中国は今ほど対外的に大きな声を上げていなかったからな。2010年以降ならどうだっただろうな。そうね、政治情勢を考えても90年代のうちに登録できといてよかったし、これが世界遺産になったことはとても大きなことだと思うわ。今って北朝鮮だろうがなんだろうが、抑止力のために原子爆弾を保持している国って多いでしょう。でも、
実際にその威力を体験している国ってあるのって話よ。これってすごい怖いことだと思うのよね。最後のカードとして政治の切り札にしているんだぜ。表向きは核をなくそう、原子力発電をなくそうなんて言っておきながら、戦力としてはしっかりと保持しているからね。日本だってプルサーマルや高速増殖炉の夢を捨てきれず、6カ所村だか7カ所村という地上の楽園があるわけだけど、それを言うと尺に収まらないからやめておくわ。とにかく、世界遺産としての価値としては、2位以下とは大きく違った価値を持つものなのよね。核を扱うということがどういうことなのか、すべての従事者は一度原爆ドームを見ておくべきだと思うの。正直、キュリー夫人にも見てほしいレベルだわ。最近じゃ、小泉元総理が原発廃止をよく訴えているけど、なぜかしら、あの人が言ってたらなんか逆効果な気がするのよね。というわけで今回は、日本の世界文化遺産をランキングにして紹介したんだぜ。このランキングはうぷ主の独断と偏見によるものなので、参考程度に聞いていただきたいんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。